大山岩尾、大山岩尾、大山岩尾、天保十三年十月十日、0八百四十二年十一月十二日、大正五年、九百十六年十二月十日は、日本の武士、薩摩藩士、陸軍軍人、政治家。幼名は岩次郎。通称は安家。画号は赤山、次元。字は清美。称号、階級は、元帥陸軍大将。 英典、異界君等及び尺位は、十一位大君以降一級公爵。大慶氏、第二代、陸軍大臣、初代、第三代、陸軍参謀総長、第四点六代、文部大臣、臨時県民、内大臣、第五代、元老、貴族院議員を歴任した。西郷隆盛、償道兄弟はいとこに当たる。 薩摩国鹿児島城下梶山山地が基本実、下梶山地方斬りに、薩摩藩士、大山津奈正、彦八の次男として生まれた。家門は、佐々木源氏大山氏として、典型的な、丸に住み立て四つ目である。同藩の有馬新七党に影響されて過激派に、属したが、文久2年、1862年の寺田屋事件では、後部が大派によって鎮圧され、 大戦は帰国禁止処分となる。撮影戦争に際して、禁止を解かれ、砲台に配属された。ここで、西欧列強の軍事力に衝撃を受け、爆心、江川英流の塾にて、黒田清宝と共に法術を学ぶ。母神戦争では新式渋滞を率いて、戸麦、伏見の戦いや藍津戦争などの各地を転戦。また、十二度イム九法や四金三法の改良も、 行い、これら退散の設計した法は、安家法と称された。合図戦争では、薩摩藩二番砲兵隊長として従軍していたが、鶴ヶ城攻撃初日、大手門前の北出丸からの牢城側の射撃で、攻略に手間取ると左半部隊の援護に出動するも、弾丸が右腿を内側から貫き負傷し、翌日構想されている。そのため、実際退散が、 鶴ヶ城で戦ったのは初日のみで砲撃を指揮したわけでもなく、よく言われる、藍津若松城に向けて、大砲を雨あられのように打ち込んで勝利に貢献したというのも事実ではない。なお、この時、老城側は主だった兵がほとんど出撃中で、城内には老洋兵と負傷兵しかおらず、北出丸で戦っていたのは山本八重とわずかな兵たちだった。 そのため、狙撃者は八重であるとも言われている。この時の会津若松城には、後に5歳となる山川捨松とその家族が牢状していた。維新後の明治2年、1869年、等をして、不仏戦争などを視察。明治3年、1870年から6年、1873年の間は、ジュネーブに留学した。留学時、 ロシアの革命運動家レフ・メイチニコフと知り合う。メイチニコフは、後に、東京外国語学校に教師として赴任したが、これは大戦の影響によると言われる。西南戦争をはじめ、相次ぐ、士族反乱を鎮圧した。西南戦争では、政府軍の指揮官、工場包帯司令官として、城山に立てこもった、親戚筋の西郷隆盛を相手に戦ったが、 大戦はこのことを生涯期にして二度と鹿児島に帰ることはなかった。ただし、西郷家とは生涯にわたって親しく、特に西郷継ぐとは親戚以上の名友関係にあった。明治十三年1880年には陸軍教となり、第一次伊藤内閣において最初の陸軍大臣となった。日清戦争直前には右目を失明していたという。 記録が残っているが、日清戦争では、陸軍大将として、第二軍司令官となった。明治三十二年、1899年には、参謀総長に就任し、また元帥に列せられた。日露戦争では、元帥陸軍大将として、満州軍総司令官を務め、共に、日本の勝利に大きく貢献した。同郷の東郷平八郎と並んで、陸の大戦。 海の統合と言われた。大戦は陸軍を代表する存在であり、最重要の重心である元老のメンバーとしても活動した。ただし、大戦は陸軍内の移行に従う傾向があり、黒田清高、西郷津口没後は会議内のバランスを取るため、バラク元老会議のメンバーから外されている。大正四年、1915年には内大臣となり、宮中入りした。 大正5年、1916年、大正天皇にくし、福岡県で行われた、陸軍特別大演習を参観した人に、異病から倒れ、胆の炎園を併発。療養中の12月10日に内大臣在任のまま、皇居。去年75歳。病床についてから死ぬ間際まで、長井健志作曲の、雪の進軍を聞いていたと伝えられている。 本人は大変この曲を気に入っていたという。臨住の枕元には、山形有友、河村影明、寺内正武、黒木た元などが、一堂に顔を揃え、まるで県水府が大参加に越してきたようだったという。大戦の死は、夏目漱石の死の,の翌日のことだった。新聞の多くは、文豪の死を悼んで、多くの使命を彼に裂いたため、明くる日の大戦の訃報は、 他の元老の不報とは、比較にならないほど地味なものだったが、それが大戦と他の元老たちの違いを、改めて印象付けた。12月17日の国葬では、参列する中日ロシア大使とは別に、ロシア大使館付部官のヤホントフ少将が直に、大参下を訪れ、全ロシア陸軍を代表して、調子を述べ、ひときわ目立つ花輪を自ら冷然に備えた。 かつての敵国の軍人からのこのような低調な脅意を受けたのは、この大戦と後の東郷平八郎の二人だけだった。ナスに葬られた。墓所は栃木県那須塩原市。遺品は陸上自衛隊宇都宮駐屯地に多数収蔵され、資料館に展示されている。大戦は青年期まで都市として際立ったが、壮年以降は自身に、 傍用たる風格を身につけるよう心がけた。これは、薩摩に伝統的な総大将のスタイルであったと考えられる。日露戦争の佐賀海戦で苦戦を経験し総司令部の雰囲気がさっき立った時、昼寝から起きてきた、大戦の小玉さん、小玉玄太郎さん傍聴、今日もどこかで戦、ゆっさがごわすかのぼけた一言、部屋の空気がたちまち明るくなり、皆が、 冷静さを取り戻したという逸話がある。ただし都市委の性格は日露戦争中も残っており、小玉が旅順に第三軍特例のため出張している間は、大戦が自ら参謀会議を主催し、積極的に報告を求め作戦を指揮したという公式記録が残っている。桂太郎は大戦の参謀総長時代の話として、次のような話を述べている。小玉、川上総録。 桂が大議論を繰り広げていると、いつも大善が仲裁役となった。三人はそれぞれ理屈を述べるが、結局大散にいい楽々と従ったという。大隈重信は世事に疎い武人と見られていた大散が、新聞や雑誌を手元に置いていた常識人であったと述べている。明治三十八年、一九百五年十二月七日に、ようやく東京。 穏やかだの指定に外戦帰国した大戦に対し、息子の柏が戦争中、総司令官として一番苦しかったことは何かと問うたのに対し、若い者を心配させまいとして、知っていることも知らん顔をしなければならなかったことを挙げている。防用か、都市いいかという事項についての大戦自身による一つの回答であろう。石黒忠則は大戦と旅をしていると、 その土地の有名な死を暗唱していて驚かされたと回想している。稀に和歌を読むこともあったが、手にオ派の使い方などを注意されることがあっても気にめなかったという。いとこの西郷隆盛も大柄で肥満体だったが、大産もなかなかのものであった。その体型と顔の印象から、ガマ、ガマガエルというニックネームで呼ばれていた。しかもかなりの美食家であった。 息子の大仙菓子はの階層によると40センチメートル以上もあるうなぎのかば焼きが乗ったうな丼をペロリと完食し、ビーフステーキとフランスから輸入した赤ワインが好物で、体重は最も重い時で95キログラムを超えていたという。その結果晩年は糖尿病に悩まされていた。妻の捨松は友人への手紙で、主人は最近ますます太り、私は ますます痩せ細っています。戸口をこぼしていたという。ただし、原水口尺大繊維は、大山岩おでん観光改編、1935年、では、肥満になったのは、晩年のことで、当初はどちらかというと痩せ気味であったといい、創実を得意としたという。大仙は西洋かぶれで非常に、西洋文化への同型が強く、また造形も深かった。後藤昌二郎、 サイ寺金持ちらと共に、ルイ・ヴィトンの日本人顧客となった最初の人として、ヴィトンの顧客名簿に自筆のサインが残っている。ステマツとの再婚の時の披露宴招待状は、全文がフランス語で書かれたもので人々を行転させたという。陸軍大人皇帝を出た後に建てた辞典は、ドイツの古城をモチーフとしたものだった。しかし、 見た目の趣味はお世辞にもいいとは言えない代物で、ここを訪ねた捨松の旧友アリスベーコンにも告されている。岩はこの新居に満足していたが、妻、捨松は、あまりにも、洋式生活になれると、日本の風俗になじめないのではと、自分の経験から、子供の将来を、心配し、子供部屋は和室にしつらえていた。明治前期には、陸軍教として、谷田的蘇賀助のり、 鳥岡屋田、三浦五郎のいわゆる、四将軍派との内紛、陸軍奮起に勝利して、陸軍の分裂を阻止し、彼らの拠点と化していた月曜会を解散させた。以後明治中期から大正期にかけて、陸軍大臣を長期にわたって務めた。元老としても重きをなし、陸軍では、山形有友と並ぶ、大実力者となったが、政治的野心や権力欲は乏しく、 言論の中では、最後を継ぐ道と並んで、総理大臣候補に偽せられることを終始避け続けた。大隈重信は、大山が、薩摩人でありながら、強度の縁故をもって、頼み事をされても乗らず、超越した存在として公平に振る舞い、内外人の適任者であったと回想している。また山形有友も指針がなく公平であったと回想している。大戦は、 日本国家となる君が世の成立にも関わっているとされることがある。明治2年1869年に設立された薩摩バンド薩摩藩軍学隊の隊員に対しイギリス公使館護衛隊不評大隊の軍学隊長4、ウィリアム・フェントンが国家あるいは儀礼音楽を設けるべきと進言し、それを受けた薩摩藩軍学隊隊員の依頼を 当時の薩摩藩不評隊長である大山が受け愛昇華である薩摩びわの放来より歌詞が採用された現在の曲が付けられたのは明治13年1880年ただし君が世を提案したのは静岡藩士の奥骨太郎乙であるという説もあるほか総尊大尖閣は岩が国家制定に関わったという話は大三家に全く伝わっていないとしている 大山が生前に建設した本邸は、大正12年、1923年の関東大震災により崩壊した。その後大参下は、東京、表、山道、温帯一丁目イコール当時に広大な指定を持っていたが、太平洋戦争、大東亜戦争末期の昭和20年、1945年5月の東京大空襲で消失した。その際アメリカ軍は、 大仙邸などを目標にしていたと言われる。また、本邸の他に、静岡県沼津市、栃木県那須に別荘を所有しており、現在は大仙別邸として、県指定文化財となっている。那須では、農場も持っており、暇があれば、山仕事に従事していたという。現在、大仙の牙姿の銅像が九段坂上に存在している。 千代田区観光協会の解説によれば、この像は、新海武太郎の作によるもので、大正8年、1919年11月3日に、国会前提北地区様式庭園に建てれていたと、言われているが、その後経緯は不明ながらも現在の位置に移設されたと、している。一方で、岩の彦で、歴史ライターの大船閣は、交換電気、減水光着大繊維和やに単調反応、 大戦元水を例示し、銅像は当初三宅坂の陸軍参謀本部の校内にあったとしている。大戦閣によれば、銅像はその後、東場内閣機に金属教室され三宅坂から撤去されたが、戦後になって上野の東京芸術大学校内で横倒しとなって放置されていたところを発見され、昭和三十九年、1964年5月17日に、 現在の地に再建された岩の子である大仙河島は著書大仙塩水と雪の進軍において再建に協力した人々に感謝の字を述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。